平田でございます。ちょっと、藤枝からようやくね、この岩田まで戻ってきましたが、もう疲れた、僕もう疲れたんだと言ってもね、まだ眠くはないんですけどねあっという間にフランダースというのをパトラッシュを打ち破ったでもね、電池がもうやばいよやばいよ、2メモリしかないよですよ。つうわけでね、ララポートちょっと寄ってね、ここで晩飯でも食おうて、そのついでに充電でもしますかいな。事前情報でここに充電器あるって知ってますからね、それが空いた頃に充電すらええですわ。バスは遠鉄か、遠州鉄道か、ここは屋上なんかな、充電器って直あるけどな、イオンとか急速充電器になるとこあるんかいな。少なくとも急速やないとね、帰れる状況にございまへん。さて、ララポート岩田の充電器はどこなんや。でね、まあいいや、車でぐるっと一周してぐっと回ってワンって行った方がいいのかな。そんなこと言うてね、もう さて、どこにあるんでしょう。まあいや、とりあえずここへ止めて確認だ。はい、警察です。なんかな、もうララポートの駐車場、屋上駐車場見てたけど全然あらへんかったんで、ね、一旦戻って、一旦下へ来たらなんや、遠鉄のバス停の反対側やんしゃあないな。そういうわけで今からひょいとぐるい抜けてね、つけますわ。これはやられたわ、ほんま。止めてるのが、意外しヨーロッパ車だった。ないメーカーまではわからんよ。こっちやな、一番奥になるんやな、これ。よし、かなりね、くねくね曲がってて分かりにくいですけど、ここの充電器を、ふとよし、よいしょ。さて、正面に充電器が見えてきました。さあ、どうやろう。通る、さっきの様子では BMW だけやったな。さて、おお、開いてた開いてた。で、なんや、この人急速充電器使ってたやん。まあいいわ。よいしょ。さて、あ、寄せる、今度は寄りすぎるな。よいしょ、バックバック。
これでいいやろ。はい、ここで停車。さて、残り見ますか。はい、この通り16分の2。やばいよやばいよでございました。ラポートでございます。ただいまね、充電中です。24% で、充電電流84か。やっぱ制限かかってんなこれ。電池の熱はまだ冷めてないようですよ。ただここの残り時間1回15分、充電中はお車から離れないでください。やっぱりね、無料なのはありがたいんですけども、やっぱそれなりに、工夫してるんでしょうね。あとここはなんとですね、テスラ車用の普通充電器もございまして、普通充電なのかな、急速、これと連動して急速なのかは知りませんけど、ウォールチャージャーがございますので、これはテスラで来てもね、やれるかな。よいしょ。まあ15分離れませんので、まあこんなところでね、全体像を飛びながらですかね。さて、あと残り1分ですな。ただちょっとね、電池がやばいやばいよやばいよですよ。今度は電池の充電電流52アンペア、 57% で 52アンペア ってことはやっぱ発熱してんなこれ。アイミブの M タイプはそんなバッテリー冷却もなければ温度計もございませんからね。こういうね、実際の充電量で測るしかないんですよ。リーフみたいに温度計がありゃ分かりやすいけどね。でもリーフだと電池劣化が怖いしな。しゃあないな。スーパーチャージ4バッテリーを信じて待ちますかって感じや。初めてね、僕ストップ、充電中にストップをかけなかったです、この充電器。15分設定自体がなかったし。はい、これで終わり。 58% 4kWh でした。はい、こんなんで、フォルダーに戻してください。だって戻しますか。困ったな。絶対これ浜名湖で充電せんと帰れへんぞ。しゃあないわ。まあちょっとね、充電休んで、まあしゃあね、電池をここで冷ますしかございませんわい。ほら半分半分。先ほどの充電がね、うまく入らなくなってきたのでね、ちょっと買い物してからね、空いてるのを見計らってまた充電させてもらいます。すみません。っていうのもね、まあ、浜名湖の充電器、やっぱ混んじゃうもんでね、今のうちにやっぱり入れるだけ入れとかんとまずいんですよ。もうね、充電1分ぐらいしたらすぐ60アンペアになっちゃった。またさっきと同じぐらい。3.5 から4ぐらいしか入らんな、これ。やべえな。まあね、80% 以上になったらね、多分強制的に落ちるんで、そんなに変わらんとは思いますけどね。まあちょっとその間、飯食って早くですわ。ただいま、これで半分いったな。でも、58から76でしょう。このままのペースでいったとしても、18% 加えると94か。 94% だとしても、まあでもちょっとな、これは相当節約して、上郷まで行こうとすると85キロだから相当節約しないとやばいですね。まあ充電間際にまた取るわ。いいよし、今1分半切ったとこですね。まあこの辺りで40アンペアっていうのはね、まあ電池の特性だからしゃあないですね。ここら辺りになってくると多分熱の影響はほとんどないですよ。
やっぱりね、電気っていうのは化学物質ですからね、うん、イオン濃度とかね低くなるとやっぱり、うん、だんだん充電電流減ってきますよ、うん、熱よりむしろね、うん、もうイオンというか電荷がね、うん、だんだんね、うん、末端行きゃ行くほどね減ってくる。だからこれはしゃあないですね。もう 92% か、多分93か94、93ぐらいになるな、うん、4.3 キロワットアワーは超えるけど、うん、93%、まあこんなもんやろね、うん、よし、まあどんどん下がってきた、うん、まあ、これで出発できるわ、多分上郷までギリギリやろな。まあ節制しながら、まあ最高80とか決めて運用しましょう。終わった、はい。さてと、岩田から、さてこの岩田から、うん、春日山まで帰りますか。静岡方面行けれんわ、これは。
多分今日はね、日曜日の夕方やから多分それなりにおるやろな、18時半となったら、うん、よし、右側開けてきた。もうすぐ左側が開けて橋になってね、両側湖の、うん、レイクビューになります。ちょっとね、ここはノーコメントにしてね、皆さんにね、見てもらおうかな。そういうわけで、この残り1キロのところを越えたあたりだな、多分、うん、はい、来た。ほんで木が遮る木がね、なくなる。こうなれば見えるかな。ほんで左側も見えたってね、カメラの位置が悪くてダメやな、やっぱ気が低いとね、でね、運転者から見えるんですけどもまあ見える景色はガードレールばっかしや、ね、走行一人で浜名湖到着です。どうせ多分リーフかなんか止まってるやろな。まあいいや、朝と同じパターンかどうかだけ確認しましょう。ここは確か EV 充電器はね、奥になったはず。偵察してきましょうか。この辺で止めときゃいいや。